森港は北海道茅部郡森町にある港湾。港湾管理者は森町。港湾法上の地方港湾に指定されている。大島半島の中央部に位置して内浦湾に面しており、内浦湾で唯一の地方港湾になっている。森港港湾施設平面図参照外閣施設、経流施設森町中心部の空中写真撮影の7枚を、 合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。漁業の地として知られていた森町は、江戸時代の初期から、函館方面の漁民が出稼ぎに来る場所であった。1872年に開拓市が出張所を設置して、森、室蘭間に定期航路を開設し、翌年には、 現在の北海道旅客鉄道森駅付近に森村鳩場が完成した。1893年に森乱航路は一時廃止となるが、1908年に民間会社によって運航再開し、1928年の日本国有鉄道町林線全線開通を機に利用者が減ったため廃止した。近年になり、内浦湾に橋を架けたり航路を引いたりすれば、 時間短縮になるのではとの議論があり、それも相まってか2015年には小型クルーザーによる試験運行という形で一時的に復活したが、利用者は相変わらず少ないままで本格運用には至らなかった。ありがとうございます。